これこの勢いやったら NMB のセンターやな。センターなれますか。あ、お高い。あ、当たりました。当たそんな当たる。それじゃあ王に私はなる。なんや突然。アミューズプレゼンツ浦間よしかの崖っぱち。この番組は実践前に引くくじで決められた軍資金の中で何とか立ち回るパチンコ実践番組です。お相手はこの方、キズナリンです。よろしくお願いいたします。そして崖っぱちゲスト、この方。はい、 NMB48 のシンシンこと新澤奈央です。よろしくお願いします。シンシンは崖っぱちですか。崖っぱちです。ほんま。はい、私本当に記憶力が崖っぱちなんです。もう本当にオープニングのこととかも忘れちゃいました。一本目のオープニングのこと忘れた、はい、もう忘れちゃったぐらい本当に記憶がなくて。結構だから仕事とちったりとかそういうミスとかあるんちゃうの。忘れ物とか。そうですね、大失敗はちょっとしちゃいますね。普通そういう時はい、エピソード一つぐらい出すもんやけどな。もう忘れちゃうんで。エピソードこんな最強なキャラないやろ。失敗あるんです。その失敗も忘れるんです。忘れちゃうんです。はい、確か面白い話はあったはずなんですけど。そう、忘れちゃったんですよね。忘れた。記憶がね、ちょっと。でもこう生活はこう何かをこう切り詰めてとか、例えば芸人やったら弁当が半額になるまで待ったりとかね、はい、でも楽屋のお弁当とかケータリングは持って帰れるだけ持って帰りますね。でもそういうこと、はい、したい人は他にもおるわけやんか。自分だけのってことですか。取り合いにならへんのそれ。あ、もう人目を盗んで、みんながいない時に盗んで。いや、なんかシンシン思ってたのと逆がありますね。なんかなあ、本当ですか。はい、でもまあやっぱそういうなんを考えて多分 NMB のスタッフも置いてくれてるんちゃう、多めに。いや、そうですね。だいぶ多めに置いてくれてるのでいいんかなって。私がいっぱい持って1個2個持って帰ってね。1個2個やろ。いや、あかんで、そんな レギュラーの松本みたいになるで。キズナちゃんはもうなんかゆとりある感じやね。ゆとり？崖っぱちじゃないでしょ。いや、ゆとりはないです。私もう負けすぎちゃってパチンコで。なんか結構稼いでそうな感じやけど。いやいやいや、とんでもございません。スケジュールも取れへんねやろ。いや、今キズナちゃんって。いや、とんでもないです。そんなことないです。昨日どこ行ってた。昨日は、昨日何してたっけ。あ、私も忘れっぽいかもしれない。うっせぇ。記憶喪失コンビで。うっせぇやん。解説の方もしっかり、ね、教えてもらってて、はい、はい、助かりました。なんか覚えてる演出ある。覚えてる演出。うっせぇやん。忘れちゃった。そうですね。帰れる今日家。ちょっと道忘れるかもしれないですね。そうですか、はい、まあまあ誰か拾ってくれるやろうけど。今回はサンシャイン協力南にお邪魔してのガチンコ実践。広いホールに寝台大量導入、皆様のお越しをお待ちしてます。はい、後半戦ですけども、ちょっと前半特殊な環境で、ありました。今回全集中でいけますんで、思いっきり出したいと思います。未だ大当たりなしの吉田さん、ミスターの称号は伊達じゃない。私は前半にすごく当たりを出したんですけど、後半に当たらないっていうパターンがすごい今までにもたくさんあったので、今回はもう後半も見どころをたくさん作れるように頑張りたいと思います。絶好調 NMB48 のシンシン、右肩上がりどこまで続く。さあ、私 ST 中からスタートでございます。まあ、ここからどんどん3000発しっかり取って伸ばしていきたいと思います。頑張ります。一気にまくった絆りんちゃん、この後どこまで伸ばせるかチキラー。それではスペックの説明いきたいと思います。大当たり確率が約319分の1のミドルスペックです。でラッシュ突入率なんですけれども 50%、 この 50% がすごくてですね、半分半分で3000発4500発です。もうそれが本当にでかい。ラッシュに入ったら、ST100 回転つくんですけれども、約80分の1が引ければ継続です。で継続率は約 72% で、ラッシュ中の振り分けもとんでもなくてですね、50% でなんと
3000発なんですよ。とんでもないスペックになっております。トレジャーダッシュ中のリンちゃん、どんどん出してこう。あ、あるよ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 、来た。おすごい、すごい、よし来た。早い、いきなりの ST やから、もういつ当たってもええもんね。そう、いつ当たってもこの瞬間を待ってました。早い方が安心やもんね。うん、吉田さんも早く当てろよ。あー、3000です。しかも簡単に3000。すごい、めっちゃ楽しい。すげえな、3000発ゲットするのにね、2連チャンとかしなあかん台も多いでしょ。うん、こんな簡単に2分の1だから取れちゃうんですよ。はあ、さあ俺は今投資16,500円、先バレも1回だけやからね。ね、吉田さん限度額いくらでしたっけ。3万。3万。あ、でもまだまだじゃあ可能性はありますね。あ、びっくりした、吉田さん来ましたね。さあ2つ隣の席の心身までびっくりしたという俺は紫、保留が紫ですか。はい、あんまり。あー、残り10切ってる。いやー、やめてくれ、頼む。ずーっと終わってしまった。2連で終了でございます。約7500発。順調と思っていたりんちゃんが終了。ここは吉田さんが当てて番組盛り上げてください。あ、なんか良くなさそうですよ俺のは。おい、まだまだこれからだよ。チャンス。おー、赤堀まで行った。50%あります。はい、この後の発展先が大事。おいでシャンプー、チャンスアップが欲しいな。激アツ、激ラブブースト出てます。あれ、誰のリーチですか。あ、ちょっとわからん。あ、コンサート SP スピーカー、激ラブブースト大チャンスです。吉田の良い夏。あ、せやん、落ちひんやん、対策されてるやん。対策というより押し方が問題だったんじゃない。こんな綺麗に女子だけ当たって俺だけ当たれみたいな丸出しの展開あんの、こんな男女差別やろこれびっくりした。あー、駆け上がりチャンスは大チャンスですね。え、シンシン後半最初のチャンス到来。シンシンがチャンスです。うわ、こいこい。さあ、ゲーキーラブブースト出てますね。この時点で今6割あります。カットイン弱いけど大丈夫かな。あ、また高い。あ、当たりました。また当たんの。来ました。さっきあのオープニングで無双って言ってましたけど、本当無双ですね。いや、やっぱ46には負けてられへんっていうことちゃうの。あ、そうですね、そういうことかもしれない。ここまで全てトレジャーダッシュに入れてきたシンシン、今度はどうだ。右、あ、うまい、また50%ダッシュ来た。初あたり軽く引いて全部ラッシュ。いや、お手本ですねこれは。あとは3000発か4500発か、ここ分かれ道ですね。さあ、4500だったらそろそろ告知が出てくるはず。あー、今回
合は3000円ですね。まあ全然ええよな。全然全然。さっき天使だったんで、はい、違うのやってみても面白いかもしれないです。海賊ボタンの演出成功で3000発です。はい、残り5回転行くまでヤバいって言ったらあかんで。はい、言いたくても。分かりました、うん。吉田さんは我慢してる姿を見て何を思うんですか。そんな我慢させてどうするつもりなんですか。逆にリンリンは何を思うんですか。逆に、うわ、こんな風に帰ってくると思わなかった。いや、なんか燃えるじゃないですか、可愛い女の子が我慢してるのって。そう、私はなんかちょっとなんだろうな、もえもえしちゃいます。かわいいなってなっちゃう。ああ我慢できへんねや、いいよったっていうね。そう、そう。吉田さんの狙いもそれに違いない。あ、来た、当たりました。来ました、嬉しい。いや、シンシンのすごいところはスルーさせずにしっかり連チャンさせるところなんです。粘り強い。そして忘れっぽい。この S、まだまだチャンスは最大で3回まであるの で3個来たらもう3000発濃厚になります。3000発消えた。そんな簡単なこれ。そのね、なんか簡単そうに見えますね。あんな見てたら絶対負けへんやんって。ね、思いますよね。俺みたいなおっさんが一人、ああいうからの分を払ってんのか。さあ当たり前のように確率分母超えました。ミスター寝台マイナスプロモーション健在です。まあ、ほん。場に初めて接する台は当たらんな、これなんなんやろね。そんなことお構いなしのシンシンは、直当たり来ました。天才だな。シンシンに何かカンペが出てる。トレジャー王に私はなる。何や突然。言わされました。いいね。でもせっかく関西 NMP やだからうちはなるとかの方がええんちゃう。あー確かに。あトレジャー王にうちはなる。ちょっとシンシンそれのバージョンもいただけますか。すいません。わかりました。気持ち込めてよ。トレジャー王にうちはなる。あ、かわいい。トレジャー王にじゃないやろ、関西弁で。トレジャー王にうちはなる。これ、ね、厳しい。関西弁で厳しい。はい、お願いします。気持ち込めて。トレジャー王にうちはなる。おー、ええやん。当たってるし。言ったの。かっこいい。すごい。言った瞬間になれそう。あー、今なんかほんま朝ドラみたいやったわ。朝ドラ。トレジャー王にうちはなる。ビガーン。そんなシーンないでしょ、絶対。どんな朝ドラだよ。3000発。すごいな。もうシンシンが全部この台のいいとこ見せてくれてます。こうやって出るんだよっていうところをしっかり。ほんまやな、スペック聞いたときに誰が負けんねんこの台でと思ったら俺みたいなやつが負けんねんな。あ、長い。あ、来ました。すごいな。すごいしか言葉が出てこないですね。あんなもんいくら当たってもすぐ忘れよんのに。何やってんねん神様。え、当たったことは忘れへんみたいなのはあんの。そうですね、さすがに。いい思い出は忘れない。また3000。振り分けめっちゃ勝ってます。これこの勢いやったら NMB のセンターやな。センターなれますか。いやでもちょっと今の勢いやったら
あるぞこれ。その後もシンシンの快進撃は続く。うわやったやったまた3点。すげえな。え、どうなっちゃうんですかこの台。どうなっちゃうの。苦労したことあんのかな人生あの子。苦労を超えてのこれです。お言うやんけ言うやんけどんな苦労してんな可愛らしい顔に生まれて。うわこれは3000。あっ3回3回来るとねもう3000濃厚なんですよ。え、どうなってるんですか。え、嘘でしょ。今までね、打ててこなかった村上選手が最後打ち出して、で最後の最後大谷選手が抑えて勝つというね、要はもう絵に描いたようなストーリーじゃないですか WBC。 今回女子2人がやってきて簡単に2人とも当ててでアイドルが笑いながらニコニコ笑いながら爆出しでメインの俺がもういきなりハマり、何この絵に描いたストーリー何やねんこれ。いつの間にかシンシンピンチ。あ吉田さん、ああやばい。残り5回転超えてから言うた。はい、まず吉田さんって言うたよな今吉田さんあーやばい。これ今のええ吉田さんやで、なかなか聞けへんよ我慢できへん感じの吉田さんこれ全国のね吉田生の方ラッキーでしたね。あ楽しんでいただけたらなと思います。抑える感じを我慢できない気持ちばかりからの吉田ちゃんやばいです。変なことに巻き込むな。私真横で見てたんですけどめちゃくちゃ可愛かったです我慢しとった。我慢してました俺ほんまただ喋りに来たおっさんやんか早く当てろよ。こんなもんもううわ残り5000。え、あと5000なくなったら本当に吉田さんいなくなっちゃうんですか。そうそうそう、だから要は誰も当たってなかったらまあ多分誰今あ、シンシンです。またかい、はい、天才か。ああいうやつがメジャー行くんやろなすぐ野球に投げフォトラッシュ、うん、すごいね。通常時も簡単にプルプル言うてるもん今のリーチあかんかった。あ、そうですね、投げフォトラッシュに発展しなかったです。あ、やっときました吉田さん。ついに2個隣のシンシン反応するのおもろいな。そんなでかいいやめっちゃでかいんですよ。でかいぞ。カモン。軍資金残り1000円。これが最後のチャンスになるのか。いやいや紫でいいわけないでしょ。全然ダメやね今のところ。まだね今のところちょっとまだ弱いですね。ここからの発展に期待しましょう。3のリーチとか7のリーチやったら大当たりや濃厚とかないの。濃厚ではないですけどラッシュの期待感は高まりますね。うわ弱いままいってんぞなんか。あそうですね、ちょっと心もとない。激ラブブーストも来てないですもんね。あとても先まで入ったとは思えへんぐらい弱い何これ。さあ今のがまあ一応後半の俺の最大の見せ場になりますわかんないですよ、またすぐ来るかもしれないです。さあ初打ち台が俺を苦しめる恒例の初打ちハマり、まあ、これを見んとね、うん、信頼感を感じれないよっていう方ももう出てきてるんちゃう。
そんなやついねえよ。吉田がハマってこそ信頼だろうっていうね。なんか初打ちって出る人多い気しませんけど。あ、そう。なんかこう台の知識入れずに打った方が出るみたいなイメージあります、初打ちで。それって吉田さんにプレッシャー与えてる？そんな感覚みじんも味わったことはい、3万円ストレート。まあいつものことですね。吉田さん実戦終了。この後どうする？ね、全国のパチンコや喫煙所マニアの皆さん、こちらのお店の喫煙所ちょっと見てみましょう。そんなマニアいるかな。こちら喫煙所になってますね。灰皿が3つです。灰皿3つのまあまあ小型と言っていいのかな、このサイズは。まあこれぐらいの方がね、あの知らん人とも友達になれたりっていうこともありますんでね。僕からはカメラさんと目が合ってるけど、カメラさんどうですか、 俺の目は隠れてますか、それとも 目は見えてる？見えてる、うん、これで隠れる、こういうことですね、こういうことですね、うん。一体何がしたいんですか？おお、あ、これやるとね、ちょっと背伸びになるんで、ここがベストかな。何のベストなんだ？だいたい、標準的な日本人青年男性は多分この上から2つ目このラインの間から目を出してリポートすることが多いと思います。今後だいたい俺が身長173センチ、173センチの男がここなので、ここまで上から2筋目ここで170センチぐらいの、リポーターやと思ってください。でここから下3つ目から下になるとこれ170切ってるリポーターやと思ってくださいね。でそのタレントのプロフィールなど見て172とか書いてるのに上から3つ目のこのラインからこうリポートをお届けしてたらそいつ嘘ついてます。そんなやついねえよ。たー、おー当てたい、お願いします。まだね後半1回も当たってないんで。乃木フォトラッシュ、これ成功しますね。紫以上にはなるんですけど青止まりとかの方がいいので、ここで上がらない方あが、そうそうそう、あ上がっちゃうね。上がれ、もう一回赤にはならず。さあここから熱い演出期待してます。チャージ、シンシンもリーチ来てるよ。あれシンシンの方がチャンスですよこれ私よりシンシンの方がチャンス。突然デッキを実は インフルエンサー行くので、まあ、トータル 70% これまたシンシン当たりそうな展開。おいでシャンプータイトル通常です。わあ、私の方もチャンス。ああ、やばい、ちょっと2人でやってよ、2人でやってよ2人でもうちょっと欲しいんだけど、ボタン、わあ、普通だ、いきます。しました、心身に託した、託されて、頑張って。うわ、怖っ。二人とも大チャンス外し、完
もね、二人とも。結果発表。さ あ, あまずは僕、投資3万円、出玉0玉、トータルマイナス7500玉と、安定の寝台マイナスプロモーションということで初対面の台にはもう思いっきり噛まれるっていうスタンスでやってますんでさあ後半は当たりのなかった絆ちゃんがどうなったのか、はい、私は投資が1万9000円の、出玉が2420玉、トータルでマイナス2330玉という結果で終わりました。あーそうですか、はい、ちょっと後半当たらなかったのと前半せっかくラッシュに入ったのに伸びなかったっていうのが敗因かなっていう感じですね。あーなるほど、はい、振り分けは良かったんですけど、はあはあ、続かなかったっていうところですね。さあどうなったのか、シンシン。はい、はい、私はですね、投資が2500円で出玉が36,800 違うよ、36,850円。いや違うよ、円ちゃうよ出玉ちゃうよ、もうなんか気が先走りすぎてるよ。出玉が36,850玉、トータルでプラス36,000玉です。すごいなプラス30,000玉いきましたかやりました。うわまた36,000ってねえ、急に OK ですって言われて60残してんのがええよなそう、それ思いましたなあ、どうでした売ってて。いやもう楽しくてしゃあなかったです。ずっと笑顔、歯見せっぱなしでした、ずっと。まあね楽しかったです。面白かった。面白かったです。どの演出が好きちょっと演出とかはちょっとやろ忘れちゃったはい、あのモードのこの演出最高でしたとかまあちょっと演出、ま、頭痛くなってきましたただ楽しかった思い出だけある、はいいっぱい光ってたなっていう記憶でめでたいな、はい、いやいいもん見させてもらいましたわ、うん、あの絆ちゃん、はい、前職受付やったけど、はい、それ以上聞かれても私何も言えないかも分かりませんって本番前ね、初対面の俺に釘を刺してきたけど言ってええんちゃうかこれ。言いたくないか言うかどうか。言えない、言えないけどな。どんな仕事やっとって気になるな、めっちゃ。でも受付は受付です。受付は受付、はい、受付は受付です。何の受付かはちょっとご想像に。すごいよな、それ言いたくないってやっぱり何系とかっていうのも医療系であるとか建築系であるとかそういうのも なんてピンク系であるとかでもいいよ。ピンク系？ピンク系なピンク系ピンク系、うんうん、ちょっとピンク系ですねとかでもいいし。じゃあピンク系ってことで。あ、マジ？ピンク系が何を指してるかわかんないですけど普通ピンク系ってちょっとまあお色気系。あ、違います。あ、違うんかいな。ほんなら否定しといてよかったこっち系ですね。あ、なるほど。おー、なんか食うて良さそうやけどなんだろうね、まあ、ここはもうみんなの想像で、はい、想像で楽しんでいただこう、はい、楽しんでいただきまして。なるほど、こっち系の受付で言えない、こっち系言えない、じゃあまた心身、はい、寝台の時に。あ、そうです ねお願いします。寝台の進化もわからへんし、はい、いやすごいいいもん見させてもらいました。また遊びに来てください、はい、というわけで今回はこの辺です。さよなら。YouTube 協力チャンネル内のコメント欄に寄せられた視聴者の皆様からのお便りをご紹介します。ストロベリージャムさんからいただきました。吉田さん9万5000発みたいのでお願いします。これは最近のコンプリートっていうやつだよね、はい、うん、見たことある？私は、その画像でしか見たことないですね、 SNS とかの。おうおう、じゃあ実際にもう成し遂げてる方はもうたくさんいるっていうこと？いや、いらっしゃるんだと思いますけど、ホール内とかで私を見かけたことはないですね。 みたいなのでお願いしますって言ってますけども、そうですね、うん、わかりました。寝台じゃない台でコンプリート機能ついてる台、この時に見せますわ。寝台じゃない台でコンプリート機能、うん、あんまない、あんまないいや、いつかだから半年後にアズルレーン
今日打ちますみたいな回がもしあるんであればね、はい、その時はお見せできると思います、うん、皆様たくさんのご投稿ありがとうございました。毎回ご紹介するのでじゃんじゃん投稿してください。お待ちしてます。